こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。今回のお客様はかなりですね、太毛で、根元からの癖がですね、相当強いお客様です。で、まあ血よけの薬で、やらないと伸びないような毛髪なんですが、今回はあえてスピエラで挑戦してみたいと思います。ではどういう風に仕上がりがなったか楽しみにしておいてください。短い縮毛矯正の場合は塗り分けが大変必要になってくるので、なるべく薬剤をオーバーラップさせないように塗っていきます。毛先の方はかなりダメージを受けそうな感じなので、ブロム酸を増粘剤でちょっと薄めたものですね。ブロム濃度は薄いです。それをカバー剤として毛先中心につけていきます。根元の方にはつけないようにしてください。でブロム酸の、増粘したものをつけることによって、そちらにパーマの一液の作用をしないようにブロックをしていきます。また続きの動画で説明はしていきますが、今回は距離が一液のつける場所の距離が短いので、リングコーム塗布をしております。リングコーム塗布はリングコームの角度を45度にするのがベストです。次の動画ではその辺のやり方を詳しく説明していきたいと思います。ステムは頭皮に対して90度、それに対してリングコームは45度という形でやっていきます。なぜ45度にするか、こちらの意味も伝えていきたいと思います。やはり薬剤をいかにはみ出さないで塗っていくかっていうのがポイントになってくると思います。まあ今回はスピエラの薬剤ですので、さほどそんなにデリケートになる必要はないですが、やはり、血よけ、もしくは強いシステアミンの薬などを使う場合は塗り分けをしっかりしていかないと中間のラインに薬がたまってそこが痛みやすいです。一番良くないのは、血よけの薬でメンズで硬くなってしまうことですね。針金のような矯正になってしまうと、矯正をかけたことによってやる前よりもちょっと変な感じになりやすいので、なるべく自然にかけていくのがポイントかと思います。ですので、なるべくオーバーラップしないように、でオーバーラップしなすぎても、そこに途中クレパスができてしまいますので、きっちり、つけたいところがどこからどこまでかっていうのを明確にした上で、薬剤の量を、どこにどれだけの薬剤が必要なのかっていうのをしっかり見ていきましょう。